将来の仕事を決めるきっかけになったのでしょうか。札幌で高校生の職業体験イベントが開かれました。会場を訪れたおよそ600人の高校生、お目当ては道内54の企業が用意した職業体験です。高校生が職業を実際に知るっていうところが一番重要なんじゃないかなというところから、体験というのを中心にしたイベントを開催すると。繊維と垂直に切っていくとちゃんとした油のサシが入って美しく見える。こちらは焼肉店の美味しい肉の切り方講座です。肉の繊維に垂直に包丁を入れるとジューシーで食感が良い焼肉になるといいます。いただきます。いただきます。すごく美味しいです。美味しいですね、はい、味が染めてて美味しい。美味しそうに食べる女子生徒、焼肉店への就職を希望しているのでしょうか。いや、試食できるとは思ってなかったんですけど、看護系を考えています。でもなんか食事も気をつけていけば病気にもならないと思うので、食事大切だなって思いました。電気工事会社は地上15メートルを体験できる高所作業車を用意しました。高いところに興味があるってことでやったので、でもなんかいろいろと知れて楽しかったし面白かったです。体操で盛り上がるのは幼稚園などを運営する学校法人のブースです。働きながら保育士の資格を取れる独自のシステムを説明すると、生徒たちは興味津々で聞いていました。左官工のように黙々と壁塗りに取り組む男子生徒がいました。建設会社の職業体験です。大工、ものづくりに興味がある。警察や自衛隊の体験も好評でした。自衛隊で給料の支給などを担当する会計隊は、現金1億円の重さを当てるクイズを出題しました。5キロぐらい。5キロ。おー、いいね。力持ちだね。じゃあ正解は、だいたい10キロぐらい。高校生の職業体験イベント。主催した会社は、進路や就職先を決める際に役立ててほしいと話しています。